ブログチャレンジ68日目ドイツ人の整形外科靴マイスターによるオーダーメイドシューズが10足欲しい家族を守るヘルスコーチのゴンですこのブログ動画は私の副業の夜勤アルバイトから帰ってきた後眠らずに作っています時間がないからです辛いですでも頑張りますあなたの収入が今月5000円でも増えることを願い すぐにお金を作るスキルである、コピーライティングを紹介するブログ動画を提供しています。コピーライティングとは、お金の攻めのスキルであり、セールス、広告、交渉術、集客、マーケティング、そして文章ライティングを総合した技術です。時間の制限があるので、詳しく解説できませんが、どんな仕事、対人関係でもコピーライティングは応用できます。 健康でいるためには十分なお金が必要です。お金が十分あれば、栄養満点の生ジュースを作るために、高価な野菜や果物を毎日買うこともできます。それ以上に働く時間が減るので、毎日ゆっくりジューサーで生ジュースを作る時間も作れます。だからこそ、健康のためにお金が必要なんです。コピーライティングといったスキルを活用して、あなたのお金も増えてほしいです。 業界トップレベルのライティング技術と精神性を兼ね備えた X ジュニアコピーライター養成スクールというオンラインスクールで私はコピーを学んでいます。ジュニアコピーライターの講師からもらった案件で60日間のブログ動画の投稿で60万円の収入を得るチャレンジを達成しました。あとはもうプラス30日の間ブログ動画を投稿し続けます。 90日の間投稿すると講師の千人さん Mr.X という13年間で80億円の売り上げを作り今もなお黒字経営を続け日本のインターネットビジネスの基礎を築いた人物から個人スカイプコンサルを受ける権利を手に入れます。毎日時間のない中で平均1本のブログ動画を作るのは大変です。誤字脱字のチェックも訂正もできない。 寝不足と肩こりに悩みながらどうしても小学生レベルの作文になりますこんなつけ焼き場のぶっつけ仕事で書いたブログを公共の場のネット空間に垂れ流していいのかとこれを読んでいる聞いているあなたに申し訳ないですしかし課題だから仕方がありません大変ですが90日やりきります水曜日の投稿テーマのルールはスーツ、高級車、高級時計など セレブな人の持ち物、自分がお金持ちになったら買いたいと思うものをレビューします。そしてブログ、Facebook、YouTube、Twitter に内容を投稿して、朝の9時までにメールで更新、これらのリンク先を報告します。私の副業の夜勤アルバイトのため、前日に投稿するときはあります。ドイツの整形外科物オーソフェリーシューマイスターって知ってますか ドイツの有名なマイスター制度と言われる国家資格の一つです糖尿病やリウマチなどから来る足の重度のトラブルを抱えた人や外反母趾といった親指の関節が異常にぐにゃりと曲がって足が痛いという人のえそういった方のえまで幅広く足と靴の問題に対処する仕事です。オーダーダメイドの靴を作ったり 寄生物を個人の足に合うように調整したりします。西洋靴が発症したヨーロッパの他の国やアメリカなどでは、オーソペディシュマイスターに似た職業がいくつかあります。病気持ちの人だけが対象のように思われるかもしれませんが、その活動は足にトラブルのない一般人も対象です。オーソペディシュマイスターが作る靴の底に入れるインソールである測定板、 アイナーゲンとももう、まあ、そういうそいのがありますあなた。この測定板というのはあなたの足首から下の足を裸足で触ってみたらわかりますが土踏まずがありますよねその土踏まずがバネの役割をして私ら人間は二足歩行で立ったり歩いたり静止したまま静止したままじーっと動かず安定して立つことができますこれって解剖学的に見ると 四足歩行ししかでできないいい他のの哺乳類の動物より超すすごい進化らしいんです人間ってすごいですね。でも立ち仕事で立ってるとこの土踏まずのバネが疲れちゃうんです。そこでオーソピディシューマイスターが作る測定版の登場です。個人の足の裏を形から取ってオーダーメイドで土踏まずを支える カット状の形になっているので、測定板を靴に入れて履くと足がものすごく楽なんです。つまり使いにくいんですね。そして、まあ、こういったオーソペディシューマイスターが作ったですね、このオーダーメイドの靴がですね、この測定板とか入れた靴をですね、こは足と同化するほど このピタッと合っていると、もうとにかく弾丸のように足が軽くなって歩けるんです。スポーツ選手なども種目によっては靴にオーダーメイドのインソールを入れているようです。結構多いですよね。で、ドイツのウォーキングシューズは写真にあるようなつま先の親指がまっすぐの伸びた自然の形になっているので、よくオブリーグトウ、まあ、葉っぱのつま先型と言われているんですね。 ダサい形だと思うかもしれませんが、世間一般のつま先を細く尖らせて、親指を圧迫している形の靴こ,靴こそが、外反母子や足のトラブルを起こす元凶なんです。おぼりぐとうのように、親指がまっすぐだと、歩くとき、親指の付け根に重心をしっかり乗せて歩くので、楽に歩行が可能なんです。しかも足の血流が良くなるので、 普通の靴を履いて歩くより脳の働きも活性して頭のさえも良くなります。でやっぱりオーダーメイドで作ったり足に合う材質で作ったりすると値段がめちゃくちゃ高いんですよね。ピンからキーまでだと思いますが比較性で測定板込みのオーダーメイド靴だと5万円以上はするんじゃないでしょうか。靴っていうのは、毎日履き続けるよりも、 理想を言うと、一日一回は履かずに休ませた方がいいんです。人間の足って大人でコップ一杯以上の汗を毎日発汗するそうです。だから毎日靴が靴下を通して汗に触れていると早く痛みやすいんですよね。なので仕事で使う靴は同じ二足の靴を一日ごとにカールガール履いていると長持ちします。 というわけで、スーツに合う革靴を4足、カジュアルな休日に履く靴を2足、スポーツシューズを2足、夏場のサンダルを2足、オー阪 PD シューマイスターにオーダーメイドしてもらいたいです。というわけで、今日のブログはこれまでにしたいと思います。では、さようなら。